国民スポーツ大会体操7日佐賀サンライズパーク佐賀アリーナ7月に未成年飲酒喫煙騒動でパリ五輪代表を辞退した宮田翔子 19= イコール順代が騒動後初の実戦に挑んだ写真平行棒に臨む宮田翔子福井県代表として登場しチームを優勝に導くと仲間と抱き合って喜んだ 宮田は最初の跳馬に臨む前には緊張からか涙ぐむ様子もそれでも13300をマークすると緊張した様子を見せながらもチームを引っ張った床の演技を終えると涙があふれ優勝決定後も感情を抑えきれなかった宮田は未成年ながら6月末から7月にかけて飲酒と喫煙を行ったことで日本オリンピック委員会が定める国際総合競技大会派遣規定 日本体操協会の日本代表選手役員の行動規範に違反五輪開幕直前の7月に代表を辞退した今大会が総動後初の実戦で5月の NHK 杯以来4か月ぶりの大